こんにちは、あーさんです。今回は揚げまん妻的時間術3選というテーマでお話ししていきます。ありとあらゆる偉人が時間の価値について名言を残してきました。アメリカ建国の父で100ドル紙幣にも印刷されているベンジャミン・フランクリンの時は金なりは有名ですね。揚げまん妻たちは時間についてのセンスが抜群です。ここでは揚げまん妻って言ってますが、もちろんビジネスパーソンにも男性にも結婚していない方でも時間を有効に使いたい、時間に追われるんではなくて時間をコントロールしたいっていう方にはきっとためになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。1、時間に対してポジティブな感情を持つ。まず一つ目は、時間に対してどんな感情を持っているかというマインドセットです。皆さんは時間に対してどんな感情を持っていますか？そもそも時間に対しての感情ってなんだよ、感情も何もあるかいっていう方も多いんではないでしょうか。でもこれは全ての人が必ず何かしらの感情を持っています。ではでは、具体的にどんな感情があるのか、マイナスの感情バージョンから見てみましょう。時間に対してのマイナスの感情は、例えば時間がない、自分の時間が取れない、無駄な時間ばかり過ごしちゃうとか、このあたりがよくあるのではないでしょうか。では反対にプラスの感情はどうでしょうか。時間に対するプラスの感情は、例えば時間は自分次第で作れるし、やりたいこともできる、時間があるおかげで辛いことも忘れさせてくれる、充実した時間を過ごせる自信があるなどなど、時間に対して自分がしっかりと手綱を握っているイメージ、自分次第でいかようにもなるイメージがあります。また時間があるおかげで辛いことも忘れさせてくれるというのとかは、時間の持つ効能を理解してきちんと感謝できていて、時間に対していろいろ普段から考えていることが伺えます。では時間に対してポジティブな感情を持っているとどんないいことがあるんでしょうか。答えは、脳の働きを最大限利用できて、結果的に時間をうまく使えるようになるからです。今現在、時間をうまく使えている人だけが時間に対してポジティブな感情を持っているのかっていうと、そうではありません。時間に対してポジティブな感情を持った人間が結局時間をコントロールできるようになるんです。心理学や脳科学の世界でもこれは証明されています。もともと脳はとても省エネ体質にできているという話は、以前から私のチャンネルでは折に触れて話していますが、脳は見返りがなさそうだ、意味がなさそうだって思うと能力を発揮できないっていう仕組みになっています。ネガティブ思考はまさに行動の意味付けをするのが難しいんですね。ちょっと難しいので分かりやすい例で言うと、例えば2人の大学生がいて、あるレポートを提出しないといけないとします。 A さんはレポートを提出すると絶対に自分のためになる、次の試験でも完全にプラスに働くに違いないと確信を持ってレポートに取り組むとします。一方 B さんは、やだな、やりたくないな、なんでやらないといけないんだろう、そもそもレポートなんか向いてないんだよねと思いながらレポートに取り組むとします。ではどちらが脳の疲労が多くてストレスも高くて、その上時間効率も悪いでしょうか。答えは明確ですね。 B さんです。で、これが時間でも応用されるんです。忙しい忙しい、自分の時間なんて取れないと思ってる人はいつまで経っても忙しいし、自分の時間なんて取れません。でも忙しいけど何とか工夫すれば絶対に自分の時間は取れると思ってる人は、今日から自分の時間が取れるように脳が頑張ってくれて、効率性も上がるし、アイデアも浮かぶようになります。どうしたらそれができるか、フル稼働をしてくれるんです。ここまで来たらもう時間に対してポジティブな感情を持つ効能が分かってきましたね。妻として、母として、仕事をしている場合は一働き手として、いろんな顔を使い分けてタスクも山積みですよね。でも時間に対してポジティブな感情を持っていることで、時間をコントロールできる感覚が増えてきますから、そうすれば精神も安定し、家族や夫にも穏やかに接しやすくなりますし、自分の好きなことを入れ込むこともできます。まずは時間に対してポジティブな感情を持って、時間に追われるのではなく時間をコントロールしていきましょう。2、自分の時間を知っておく。1が時間に対するマインドセットなら、2は時間に対する現状把握とでも言いましょうか。自分がいろいろな行動をするときに使う時間を把握しておくということです。
こちらの主婦の時間が充実するための工夫5選という動画の一つ目でも説明していますが、今回は揚げまん妻ということで、ちょっと精神的な面も含めた説明にしていきますね。さて、皆さんは自分のお風呂に入るのにかかる時間を何分か知っていますか？私は一人で入る場合、シャワーだけなら17分です。髪の毛を乾かすのとスキンケアまですると31分かかります。もちろんいろいろ例外もありますが、これを知っていると知らないのとでは1日の組み立て方が大きく変わります。だいたい多くの人は漠然となんか忙しいっていう状態なんですよね。だから30分余裕ができたといっても、何しようどうしよう、とりあえず休憩しながらスマホでもみたいな感じで時間を浪費するんです。揚げまん妻は時間の捉え方、キャッチして調理するのが上手です。どういうことって感じですよね。一つ具体例を出してみましょう。私の大好きな揚げまん妻 A さんがいるんですが、彼女は本当にこの時間のキャッチからの調理がすごく上手なんです。以前一緒にディズニーに遊びに行ったことがありました。その時に待ち時間ってあるじゃないですか。アトラクションに乗るまでに行列に並ぶ時間ですね。彼女はあと50分という看板を見て、よしと、まずは自分の SNS の更新を15分で片付けました。それから、ねえねえ最近読んで面白かった本とか、行ってよかったお店シェアしようよと20分間ほど情報共有しながら、その場でおすすめの本をポチりました。そしてその後家族に 2,3 分連絡をした後、さっきのポチった本を Kindle で読み始めました。もちろん私も同じようにいろいろ行動してたので、それを確認しながら相手が嫌な思いをしないように気をつけていますが、やはり違うなぁと感心しました。こういう感じで隙間時間ができた時にうまく時間を調理できるかどうかっていうのは、どれだけ時間感覚が優れているかにかかっているんですよね。そしてこの時間感覚を育てるためには、まずは自分が何に何分かかるかっていうことを知ってみるっていうことから始まります。ストップウォッチと筆記用具を持って自分のあらゆる時間をまず測ってみましょう。そして一つポイントがあるとしたら、お風呂や食事、家事など自分の生活必需時間っていうのとは別に、自分のご褒美時間も目安ですが測っておくことです。例えば私はコーヒーブレイクだと20分もあればリフレッシュしますし、ヨガなら15分くらいでリフレッシュします。湯船で映画を見ると2時間近くかかりますが、かなり身も心もすっきりします。こんな感じで自分のご褒美にあたるような時間も測っておくと、こまめに自分を癒す時間が取れるのでおすすめです。3、朝型人間になる。1つ目は時間に対するマインドセット、2つ目は時間に対する現状把握でしたが、3つ目は時間に関するすぐに変えられる行動ですね。先ほどの主婦の時間を充実するための工夫5選というこの動画でも、4つ目として朝の時間を制するということで説明していますが、とっても短縮して1分くらいでお伝えしているので、今回は具体例を紹介しながら説明していきたいと思います。かの有名な鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの名言にも、朝の時間についてこんなものがあります。朝寝は時間の出費である。しかもこれほど高価な出費は他にない。高価な出費とはうーって感じですよね。実際私の周りの経営者やいわゆる出世エリートの方たちも、朝の時間を大切にしている人は非常に多いです。例えばある国内の有名リゾートの役員の方に先日お話を聞いたんですが、その方は毎朝4時半起きで瞑想や読書、1日の予定の確認をするんだそうです。そして6時前には出社して玄関掃除を丁寧にまずやるんだそうです。その話を聞いてすごいなと思いましたね。それから私が大好きな滝巻こと滝沢真紀子さんも早起きで有名です。毎日4時台に起きて夫や子供たちのお弁当を作るんですよね。それがまたとっても美味しそう。そこから朝の掃除や家事をこなして仕事に行くんです。早い時は7時半くらいに仕事に出ていたりもするそうで、それまでにお弁当、朝ごはん、夜ごはんまで作る時もあるのだとか。もうすごすぎますよね。それでいて愛犬のケアもしっかりしてるし、愛情豊かで、なんかそんなに悲壮感がないんですよね。現代の人を例に挙げてみましたけど、過去に遡っても歴史上の偉人にも朝型人間の成功者って本当に多いです。これもちろん朝の方が脳の効率が良いとか、主婦だと子供たちもまだ寝ていて邪魔が入らないとか、そういうのもあるんですけど、一つには朝型人間を続けれること自体が自制心がないと続けれないからなんですね。自制心というのは、
自分自身の感情や欲望をうまく抑えたりコントロールする精神力のことです。これがないと人間は屋敷に流れていくんです。なので朝型人間になろうって努力しているうちにいろんなことがうまく回り出すっていうのは、つまり同時に人間力も鍛えているからなんですね。アゲマン住まいの道はまさに人間力向上への道でもあるというわけです。はい、ということで今回はアゲマン妻的時間術3選ということでお話ししてきました。1つ目は時間に対してポジティブな感情を持つでした。時間に対するポジティブなマインドセットをして脳の力をフル稼働させちゃいましょう。2つ目は自分の時間を知っておくでした。自分のいろんな行動の所要時間を知っておくことが時間を制するためには大事です。自分のご褒美時間を知っておくことも忘れずに。そして最後3つ目は朝型人間になるでした。歴史上の成功者は自分をよく収めて時間をどれだけ輝かせることができたかにかかっています。ぜひ見習って朝型人間になって自制心を鍛えましょう。このチャンネルではアゲマン妻の研究が大好きな私アーさんがアゲマン妻ということをテーマにいろんな角度から発信するチャンネルです。よかった、面白かったという方はぜひコメントや高評価をお願いします。チャンネル登録もとても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。